いや、やってきましたよ。新開地アート広場。2023年6月の30日です。今日はですね、ちょっと午後の駅を取りまして、新開地アート広場ですごいものがあるというふうに聞きまして、やってまいりました。前のね、施設の名前忘れたんですけどね、名前変わったんですよ。はい、新開地本通りね。はい。で、こちらが、アート広場になります。入ってみましょう。ちなみに開館時間は10時から22時、休館日毎週火曜日がお休みなんですね。あと年末年始とということになります。これでもね、パッと見何も変わってないですけどね。これですよ、今日私見たかったのは菅工作とクリエイト2人展地下道。まあ、まさしく地下道ということもあって、この地下にあるんでしょうね。行ってみましょう。あ、なるほどね、この看板もやん。これ触ったらあかんねやろね。これ段ボールなんやわ。すごい、あの精巧に作られてるけど、ほんね、手書きの字っぽいもんね。地下道は右ですね。はい、ということでですね、菅工作とクリエイト地下道二人展っていうんですね。はい、なんかお化け屋敷みたいですね。ちょっと段差があるんで。はあ、段差があるんですか。で、ここ左を押して入っていく。はい、あ、なるほど。いや、これすごい。はい、うわー、ようできてますね。おはようございます。 YouTube なんですけど、いいですか。え、あのクリエイトさん顔写しても大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。いや、これ初めて来たんです。すごいですね、これ。え、これ本当にすごいですね。え、もともと何やったんですか、これは。シアター。え、これ全部ダンボールなんですか。そうなんです。はあ、え、この看板もですか。そうですよ。すごい。裏もですよ、全部。あ、え、これも天井も。え、天井も。はい、そうです。はい、やっぱ床も。ちょっと皆さん YouTube 出てもうて大丈夫ですか。顔消せませんので。そんな急に逃げても。いや、この立体感がすごいですよね。すごいです。奥行きがこっちもね、このままがあるんですよ。いや、知ってます、うん、あの場所は知ってるんですよ。はい、見たことあります。まさかこんな本物のね、感じがね。いや、あそこのなんか神戸文化ホールのご案内もすごいですね。はあ、すごいなこれ。あ、さすがにこれ貼ってるやつは普通のポスターですよね。本物です。これ本物のポスターですね。自販機もあって、メトロ神戸があって、すごいなこの立体感。え、クリエイトさん、もう一人で二人展という形なんですか。これってなんかプレスリリース拝見したら、なんかもっと大きなものも作ったりもされてるんですかね。これが一番大きいなんか。これって例えば電車とか車庫みたいなのも作ってくださいよって言ったら作れるもんなんですか。電車作ったことあります。あ、あるんですか。それはどこかの鉄道会社から依頼を受けてですか。いいえ、勝手に。もう勝手にそれ作ってもらった会社最高じゃないですか。へえ、これは素晴らしい。私某鉄道会社の社員なんですけど、そうなんですよ。某鉄道会社の、自分が営業やったら、こんな展示してって頼みたいとこなんですけどね。そんな権限がないんでね。これは本当素晴らしいです。もう一度お聞きしたいんですけど、過去に鉄道も作ったことある。作りました。それは阪急電車。阪急です。阪急電車のはどこに飾ってはったんですか。JR の近くです。JR の大阪駅かなんか近くですか。住吉の近く。あ、JR 住吉駅のまた近く。いや、本当これでも素晴らしいんですよ。鉄道会社を作ったら、各鉄道会社めちゃくちゃ喜ぶ思うんですけどね。そうですか。これって例えば今回のこの地下道っていうテーマで
これ作られたら何日ぐらいかかったんですか、これ作るのに。これね、延べ半月です。あ、やっぱり2週間ぐらいかかるんですね、はい、でもあの4月の終わりの、はい、連休から、うんうん、ずっと連休、祝日と土日、うんうん、土日です。あ、普段は別の仕事かなんかされてるんですか。OL です。あ、マジですか、うん、驚き方がちょっとあのもう一回OL です。いや、もうどない反応してんか分からへんわ。いや、私も普通のサラリーマンなんで、だから私もそうなんですよ、 YouTube 撮ってるの基本土日、自分の趣味として、うん、はい、自分の時間とお金を使ってできる範囲でやってるって。クリエイトさんっていうのお呼びすればよろしいんですかね。そうです。もう一方のは今日は来られてらっしゃらない。OL ですから。あ、その方も OL で。私はあのお休みだったんで。マジですか。ちょっとあれですね、こういうのってお金をもらって作ってるんですか、依頼受けて。な、そういう時もあるし、ない時もあるし。なるほど、はい、これ今日私初めて来たんですけど、ここ見てとかなんかポイントあったら教えてほしいんですよ。ここね、実はあんまりみんな気づいてないですとか。もう今日最終日なんで。よくみんな気づいてくれるんですか。はいはい。私一番気に入ってるのはこの溝の汚さと。溝ね。これ溝も作ったんですもんね。そうなんですよ。立体的にこう奥深く見えるんですけど、これも作られた。そうなんです。わざと立体的にしてるんです。ね、これも作ってるんですよね。これは本物です。あ、これは本物。なるほど、はい。これはごめんなさい。触ってもいいんですか。もちろんです。あ、ほんまや、ほんまや。ダンボールや。ボワボワですね。この電球ももちろん本物ですよね。違います。え、中は、はあ、LED。LED ですけど、はあ、外の側は。作られた、このパイプも、はい。えー、パイプはこれ、あの、ポスターの入れ物。ああ、ポスターの入れ物ね。とか、あの、トイレットペーパーなしとか。これ作るん、これやっぱテクニックがいるんですかね、やっぱセンス。でも普通の人はなかなか作れないですよね。いや多分これね、見た人がみんなが驚いてらっしゃるし、みんながこれどうにかしてよって、もっとなんか知ってもらうようにみたいなことをさっきから私、今回でも向こう来てくれましたねえ。あの看板もですよね、あのエレベーターのね、こういうのね、外国語の文字も入れて、あで、エレベーターとか、そうです。これやっぱり立体的に見えるようにこの角度をつけてらっしゃるんですね。でも、あそこの沿線ご案内の看板の中で、なんか作られたポスターもあるって聞いたんですけど、どれになるんですか。でしょ。いや、ちゃんとインタビューしないと。あ、これね。よっしゃーね。いいですね。打った。これごめんなさい。こういうポスターがほんまにあったんですか。あるんですか。へえー。これを本物に着彩。へえ。あのクレイトさんがなんか他展示されるご予定って今後あるんですか。あります。あ、いつですか。はい、もちろん宣伝しますよ。2023年8月19日から23日、はいはい、短い4日間場所はどこからなんですか。立花のスペース丸々です。あ、 JR 立花、はい、なるほど。まあまあそんなに離れてないですもんね。私の使用者さん関西の方が多いですし、はい、もちろん鉄道ファンが多いので、はい、ただ鉄道じゃないんですよね、展示は。じゃないんですよ。ティッシュ、うん、ティッシュマジでティッシュケースをオートンボールで作ったんですか。あ、スペースの今の画面と申します。ああ、宣伝させてもらっていいんですか。あの展示される方のオーナーさんですか。です、顔出し大丈夫ですか。バンバン宣伝させてもらう。同じ髪型してます。ほんまですね、なんか似てますね。これは何ですか、はがき。次に7月の最後にやる展覧会が、はいはい、このその、うん、おつれさん。あ、ご主人も芸術家なんですか。はあ、いや、2023年6月30日金曜日、ちょっとね、今日は最終日に私来たんですけど、新華チャート広場ですよね、ここは。はい、本当にね、この二人展、素晴らしい展示かと思います。ぜひですね、視聴者の皆さん見に来てくださいってもう言ったところで終わってるんですよ。ただ、はい、
クリエイトさんのね、ぜひ展示はまだまだ他でもありますんで、はい、お越しいただけたらと思います。すいません、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。